あ、どこから来れたんですか。僕も石川です。君を見た途端になんかちょっとノスタルジー感じたんですよ。どうも、レイジです。今日はですね、渋谷でおしゃれな子とデートしたいなと思いまして、おしゃれカフェとかがあるスポットに今日はやってきました。やっぱちょっとね、シャレオツな女子と会話だかお茶を楽しみたいと思うんで行ってみたいと思います。よし、行きます。こんにちは。すいません。こんにちは。こんにちは。今日雨上がりましたね。あ、それでカラコン青めっちゃ似合ってる。ちょっと買い越しませんか、僕のコンタクトさん。今日どう行くんですか。あ、美容院行く。もっと可愛くなっちゃうみたいな。ちょっと可愛くなる姿ちょっと見たいんで、ついてっていいですか。OK。 こんにちは。いや、今日雨降らなかったですね。すいません。こんにちは。梅雨入りしましたね、梅雨入り。梅雨入りしましたね。梅雨好きっすか。ちょっと5月病ひずってないかなと思って。あ、それひずってんの僕なんですけど。どこ行くんすか。あ、買い物行くんすか。あ、めちゃめちゃいいっすね。学生さん、あ、今日休みだ、平日休み。 OK、 良い買い物を。こんにちは。風が気持ちいいですね。晴れましたね。なんかちょっと僕今ちょっとわらしべ長者って知ってあるじゃないですか。あ、わらしべ長者っていう昔話あるじゃないですか。あ、知らないの。そんな人いんの。なんかわらをみかんに変えてとか、金持ちになっていくっていう。そういうんじゃないんですけど。そういうんじゃないですけど、まあいいや。ちょっとなんかすげえおしゃれなお姉さんが来たと思って、ちょっとご機嫌を疑おうと思ったんですけども。あ、今日はなんかキャリー家出かなんかですか。大脱走、大脱走ですか。旅行にこれから行く。来た。あ、ここに来たってことですね。あ、なるほど。あ、どっから来れたんですか。あ、石川。僕も石川です。なんかやっぱちょっとね、君を見た途端になんかちょっとノスタルジー感じたんですよ。マジでやべえ。どこどこどこ、石川もどこ。お、出た。都会じゃん。俺もっとど田舎なんで、すいません。はい、あ、そうなんすね。なんであれで今日は来れたんすか。うん、あ、人会いに来た。なになに、恋みたいなやつ。お、そうなの。なんか遠距離やってるみたいな。うん、会ってみたいなって人がいて。え、どういうこと。アイドルかなんかってこと。アプリで出会った人にはるばる会いに来たみたいな。すげえ激アツじゃん。その人はもう石川の人なんです。でこっち来たとかな、それとも東京の人なの。すげえ、めっちゃ遠距離でマッチするやん。めっちゃマッチで。はるばる来たのに微妙だった。あ、初めて会ったみたいな。あ、顔もなんか初めて見たみたいな。どこが微妙だった。キャラが微妙だったか、顔がもうそもそも微妙だったか、性格が微妙だった。あ、早さすぎた。電話とかしてたんじゃないの。あ、メッセージしかしてない。君よく思い切ってきましたね。あ、好きで。はい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 。で、今日も何いくつか回ったんすか。まだ今から行こうかな。そこはちょっとね、僕に任せてください。もうカフェコンサルタントみたいなもんな。ほぼ石川県民だけど、僕はもう結構長いんで東京は。なのでちょっと僕が君のためにカフェを探す。君がカフェに来るであろうと思って調査しといたんで。カフェにお連れします今から。あ、何、でもなんか見当てのカフェとか探してないの。いや、何個か見てたんですけど、はい、なんかさっき行ったら、うん、僕がちょっと今からめっちゃ穴場の。え、でも原宿行こうとしてた。そうしようかなと思ってた。ちょっとそこら辺にもあるから行ってみませんか。ちょっと軽く覗くくらい。あ、でもそこでもいいけど、やっぱカフェがいいよね。
甘いもの好き。あれ趣旨変わってない。あれ甘いものが美味しいカフェにお連れしますんで。はい、じゃあちょっと今からね、東京にしかないおしゃれカフェを連れてくんで、おしゃれすぎてちびらないように。はい、というわけで今から君をお連れするのがこちらです。え、これですか？ただ1階にもありますよ。1階にあるね。じゃあここに今から、大丈夫、ちびらない、おしゃれすぎてちびると思うけど大丈夫。ちびったらもう追い出されるから大丈夫。今早速写真撮ってんじゃん。撮っていいですか、綺麗に。まあ石川にはないよね、さすがに。ないです。うん。で、なんそのさ、マッチした人はさ、どれぐらいやり取りしてたの？あ、マジで？何週間か。でもう勢いで売っちゃえみたいな。マジで、すげえ恋に生きる女みたいな。あ、フレっぽい。恋愛スイッチ入りやすい。マジ暑いじゃん、楽しいよね。うん、マジで。え、過去にもあったの？まあ、今ってすごいよね、東京の人とかも普通にネットで出会えるってことだよね。東京と近くの男性にもガチ恋したことあるわけ？あります。どういうやつ、どういうやつ？同じ高校とか？同じ高校とか。あ、今なんだっけ？今大学。あ、大学生ね。バイト先とかね、恋を爆発させてきたわけ。で、今はアプリの男性に爆発させて、今いまいちだったんだよね。あ、マジで。なるほど。東京の男性に対するちょっとやっぱり憧れとかあるわけ？なんかでも日本人もだから、はい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 、優しく見えちゃう。あ、そう。体面とかじゃないから。うん、ちょっとシュッとして見えちゃう。なるほど。で、その人は東京の人たちの人だったの？そうですか。あ、そう。いやでもせっかく来たのにね、それ残念だよね。ちょっと爪痕残さないとだよね。うん、昨日初めて会ったわけ？はい。どこら辺でちょっとないなって思ったわけ？あんまり喋ってこない。あんま喋ってこない。あ、チームえ、マジで。あ、それな。全然盛り上がんなかったみたいな。こんな東京組んだりまで来て気まずい地獄の時間をしに来たわけじゃねえしみたいな。で、なんか変な感じで終わったわけ？え、なんか付き合おうとか可愛いねとか言ってこなかったの？付き合うことは言わない。あ、そう。おかん心配しなかった？友達に会いに言ったの？嘘ついてんじゃん。あ、そっかそっか、別にいいよね。そんな男に会いに行くって言ったら心配するもんな。どうでした、東京のディーゼルおしゃれカフェ？しびらんかった。美味しかった。途中からのカフェどこでもいいやになってませんでした。大丈夫ですか？大丈夫です。カフェも満喫しつつ、はい、甘いものも満喫しつつ合格。今から石川帰んの？あ、何時？夕方？ちょっと時間あるじゃん。ちょっとだからやっぱりそのせっかく男に会いに来たのに、なんかっかりだったの残念じゃん。だちょっと今からやっぱり今回の旅の締めというか爪痕を残すべく、ちょっとご案内したい場所があるんで、パワースポットっていうか、なんか石川にまつわる場所というか、まあ俺んちなんだけど。俺だってあの石川県の人だから、いわば石川県の家みたいな。そうそうそう、石川パワーがすごい高まってる場所なんで。ちなみに代官山なんだけど、おしゃれスポットじゃないですか。でしょ。今ちょっと一瞬なびいたでしょ。え、代官山みたいになったでしょ。まあ代官山とかご案内しますし。でもただの石川の家なんで。え、うん。なんならもう一泊してきはっちゃう。そうそうそう。やっぱなんかこう代官山のさ、やっぱ住んでる人に案内してもらってやっぱ違うんだよ。めっちゃカフェもあるし、てかうちももう今日からカフェだし。今日からもうカフェ並みのおしゃれさを醸し出すんで。じゃあ、うん。じゃあ。ちょっと見て、いやこれちょっとないですみたいな。またさっきの田舎者テストじゃないですけど。これ全然ないみたいな。だったらもう帰ってもらってもいいし。
ちょっとそれやりますか。はい、どうぞ。あ、まっすぐ行っていただいて、はい、まっすぐで、はい、高槻にはとんでもないビッグプレゼント準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。ありがとうございます。